は。これまでのモンストアニメ、俺は穂村蓮、仲間と一緒に日々街に現れるモンスターをモンストで退治している。そんな中、俺たちは世界的大企業の CEO 斑目さんの招待で台湾へ。そこで海軍の提督ネイビスに追われていた海賊アルビダと謎の少女に出会う。アルビダ曰く、台湾の神様マソが姿を消した。それ以降台湾の海は荒れ、海軍が海賊に対する攻撃の手を強めているという。私はマソと仲良くてさ、いなくなってからずっと探してるんだ。マソを殺すやつなんざネイビスしかいやしねえ。ですです、そういう女です。一方マナはアルビダと共に逃げてきた謎の少女との交流を深めていた。私名前は覚えてないけど、お父さんが海でいなくなっちゃったことは覚えてる。私一緒に探してあげる。そしてマソはやはり殺されたのだと覚悟しかけた。その時、何言ってんだおめえら、マソ様はどっかで生きてるぞ。千里眼、誰であるこのずんぐり野郎は。体型おめえと変わんねえだろうがよ。この匂い純風寺じゃなかったのかよ。なんか似た者同士。千里眼はマソの右腕なんだ。なあ、マソが生きてるってどういうことだ。何があったんだよ。何者かに不意打ちを食っちまったんだ。見る暇もないまま俺らはやられちまって。気がついたら俺様は砂浜に打ち上げられてた。マソ様ももう一人の相棒もどこにもいなかった。だがどっかでマソ様は確かに生きてらっしゃる。その気配だけは感じるんだ。お前は誰がやったかわからないんだな。ああ、それをあのネイビスがやったっていうのか。ああ、証拠の品もある。え？ネイビスの懐中時計っす。これがマソの島に落ちてたんす。ネイビスか。この機に私が海賊を一掃する。俺はカモメの野郎からその話を聞いてマソの宝を奪いに行ったんだが、まあ結局お宝は手に入ってねえからここに来たってわけだ。アルビダ、おめえならなんか知ってんだろう。私が？おめえはマソと仲が良かった。宝どこだ。知らないね。まさかもう宝を独り占めにしてんのか。私はそんな卑怯なことはしない。まあマソが生きてんなら本人が持ってんのかもな。へっ、渡さねえけどな。それで今マソはどこにいんだ。きっと怪我したりしてんじゃないか。確かにパワーはかなり上回ってる。早く見つけようぜ。マソのためにも台湾のためにも。わかんだろ千里眼、何でも見渡せるお前なら。それが見えねえんだよ。俺様の力は相棒の順風寺といることで発揮されんだ。だからくせえ順風寺を探しに来たらくせえおめえがいたんだよ。そいつも臭いのか。順風寺を探せば力を合わせてマサ様の居場所も割り出せるはずで。この子のお父さんも探せますか。なんなんである、その濡れ雑巾は。修道具の匂いがするであるぞ。それ君。いや、オラゴン口と鼻近いからね。この子はお父さんとはぐれてしまって、どうしても見つけてあげたいんです。そんなの楽勝だ楽勝。本当ですか。とにもかくにも順風寺が見つかんねえとしょうがねえんだけどな。今は8里眼ぐらいだけどな。そんな安物の望遠鏡で見つかるであるか。よかったぞ順風寺。え、9分。あら、9分の方だ。9分に行くのかい。悪いね。今日はマストマストなアポありありでそっちにはジョインできないんだけど、車も自由に使っていいから。ありがとうございます斑目さん。じゃあ。あのね、名前が思い出せるまで何かお名前があったらいいなって。
それで調べてみたんです。メイメイってお名前はどうですか？台湾では親しみを感じる名前だって。私もっと仲良くなりたいから。メイメイ嬉しい。いい名前うわぁ、ここが九分。そう、山あいにある坂の町、絶品グルメスポットでもあるんだよ。この町並み、どこかで。どこで見たんだろうね。ママ、ありがとね。はい。お、メイメイかわいい。見違えたな。よし、行くぞ。手分けして俺のくせえ相棒順風寺を探してくれ。手がかりはくせえ、くせえことだ。ヒント雑。ありえない。カン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 、どこ行きやがった。俺も奴らの様子を探ってきます。いませんね。あ、メイメイ、最初に出会った時と大違いだよ。マナのおかげだね。いえ、私も小さい時にパパと別れたんです。詳しいことは覚えていないのもメイメイと一緒。パパってどんな人だったのか、私はパパの温かさしか思い出せない。だから探してあげたいんです。メイメイは今からでもお父さんとの思い出を作っていけるはずですから。マナどこだ、順風寺。見つけたぞ海賊。なんだおいは。今こそ海賊どもを根絶やしにするとき。マソがいなくなった今こそな。本当にやったのか。そんな奴だとは。何を言っている。許さない。あれはネイビスの。メイメイ、メイメイ。え、いない。メイメイがどこにも。海賊が！逃がすか！メイメイ！いた！順風寺！よかった、センちゃん。やっぱり生きてたんだね。当たり前だろ！くせえ！食べる臭豆腐。ったく、おやつ感覚で食ってんじゃねえよ。放て！面白い。それはマソを殺すやつなんざ、ネイビスしかいやしねえ。ネイビスの懐中時計っす。これがマソの島に落ちてたんす。その懐中時計はなぜそれを。これは前提督から譲り受けたものだ。肌身離さず身につけている。貴様には関係のないことだ。ならどうして。問答無用。海軍の誇りをかけた我が必殺の一撃を受けてみればいい。
中時計を持っているということは、貴様ではないのか。マソを殺そうとしたのは。何、誰がそんなことを。聞いたんだ、ティーチに。ネイビズの野郎が来ました。面倒すからつらかりましょう。よし、浮上しろ。誰だ。次回のモンストアニメは、黒ひげティーチの企み。メイメイがいなくなった。やっぱりあのひげが犯人だったである。オラ様は初めからそう言っていたである。見た目もやることも悪人のテンプレであるな。私が助けに行きます。どうしても助けたいんです、あの子を、メイメイを。